さあやっていきましょうか。前回はなんか死についていろいろと語ったなんかこう深い回になりそうな感じもしたけど、生と死について考えるっていうのは、まあこの時代においてもこう免れぬ普遍的な話なのかなって、なんで刑事さんがそんな難しい言葉を語り尽くしているんですか私は。はい、ということで、まあゴリゴリ進んでいきましょう。で、まあ今回からちょっと地下編になるんですけれども、まあね、なぜかゴミ捨て場に打ち捨てられているあの金髪の少女がですね、あいつでもどうやって入ったのかな、なんであんなところで会話してたんだろうって思うけど、ここに一体全体どうやってここに行ったかって話して、あれがすごい気になるんだけどね。めっちゃ弾浮いてるわ。あそこにいるね、ちょっとゾンビちゃんを投稿したいんだけど起きないかな、無理。ああ、こっちから行けんじゃん。こっちから打ち込んで立ち上がるかな、どこ、無理っぽいな、無理っぽいな。あ、装填ができない、まま落ちちゃった。そうなんだよな。だからクレアと一緒に落ちるじゃないですか。落ちた後にもう歩いてるわー。すげえこっち見てるわ。なんでこんな入り口。おー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 、そんなビビらせないでください。ビビらせないでください。縮こまりたんです。で、これで、うい、起き上がるね。あ、ちょ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 。あ、やばい。扉に挟まれ、ズンズズン。どんどん起き上がるよ、ズンズズン。寝てる奴らを、足ちぎる。ケイ。あそこで寝ているジャイアン。起き上がってきた。おやすみ、ジャイアン。あんたなんか。ちょ、大きい一物みたいになってるけど大丈夫。ジャイアンのジャイアンはジャイアンだった。あそこから落ちていくんだけど、あ、まだ生きてる。さすがジャイアン。ジャイアン死んジャイアン。めっきり寒くなったよね。冬だもんね。くしゃみです。さあ、ここ何だったっけ、マシンガンの弾だっけ。さあ、マグナムの弾手に入るじゃないですか。あのレオン編だとマグナムの弾6発とマシンガン100発だとどっちの価値あるんだろうね。まあでもマグナムだろうな。これがすごい気になるんだよね、本当。だからどうやってそこに入ったのか。電源も落ちてるからそこに入ることもできないし、エイダの場合だったらそのゴミ捨て場の上からなんかクレーンでガッシャーンってなって落とされたみたいな、そういう落ちじゃないですか。なんだけど、ねえシェリー、彼女の場合はどうやってここに来たんじゃ、謎じゃ。そう教えたわよね。まあここですごいミュージカルが始まっているので、ね、喧嘩してるけど、今話してる時間はないの。まあ、親子喧嘩に巻き込まないでいただければ、今頃クレアはこんな心配もせずにシンプルにいけてたんじゃないかなと思うけど、今行くからね。まあ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 、そんなことを言ってもね、そんなことを言ってもまあなんだかんだやっぱり子供って大事じゃん。倒れてる。そろそろ起きてもいいんじゃない？まだ。さて、アイテム整理することもないか。よし、じゃあ行きましょうか。で、今日のゴールは、なんだったっけ？スパークショット手に入れるところまでかな。あ、ちょちょ、危ない。これを下ろさないで。ガチャコン。起きろ。起きた。起きろ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 。そしてまた寝なさい。ガチャコン。ででまだしぶとい。意外としぶとい。おやすみなさい。けい。で、こっちアイテム取りに行って、これがないと先に進むことができませんからね。本当に。ポニーテールがプラ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 してる。ポニーテールとゴリラ。ポニーテール。くるっと。で、やつはまだ生きてんのかな？でもさすがにあのぶち込み数から言ったらもうお亡くなりになってるじゃないかなって思うけどね。向き、向き、向き。あれ？ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。あれ？ちょっと待って。あれ？ちょ、まあ、マウスが動かない。
マウスが動いてくれない。銃も構えられない。ちょっと待って。あれマウス。マウス。あ、ちょっと待って。ゾンビが来てるんだ。ゾンビが来てるんだけど。あ、ちょっと待って。ピンチ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 。ちょっと待って。ちょっと待って。一旦休憩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 。ちょっと待って。こういう場合あのリモコンと一緒あのコロコロ転がしても無理。ちょっと待ってストップ。ゾンビが近づいてきた。シェリーを救出してケーブルカーに乗るときに奴の屍を乗り越えていかなきゃいけないじゃないですか。これ何が入ってたっけな。面白い武器だったらいいんだけどね。なんだっけな。2811だっけ。違うな。2128か。ミス。違う。なんで逆回りした。あえて遠い方を行ってみましたみたいなね。OK。で、オープンウィンドウ。次の正解者をプレゼントします。おります。いるいるいる。間違えてよボタン。ててあ、左からグレーの登場。そしてグレーン&ジャイ、ジャイグレー。お腕がなくなってますね。今のさ、その階段から落ちた後、腕がプランプランしてる。よし、オッケー。起きろ。ハゲチャピン。獅子をすべて抜いてやる。ぐはぁ。んで、ここでカチャコン。違う、カチャコン。オッケー。で、こっちもピーッと下ろしといて、まあ、後で来まーす。うん。これ、あ、来たね。来たね、お水。お水ってなんかあれだね。捉え方によってはなんか頭痛が痛いみたいなこと言ってるね。頭が頭痛みたいな。そんな話をどうぞ。お休みになってるね。オッケー。で、ここコルクをキルキルっと開けてロマネコンティを出しに行きましょうか。キル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 。さて、ただこれどうなんだろうな。いけんのか。あれゾンビがいないね。ここで寝てるゾンビたちは、あれ？あ、いないんだ。レオ、じゃあクレア表編だけだったっけ、いるのって。地味にこう、敵の配置が変わってるのがやらしかったりするってザンスなのね。一応拾っとこうか。よし。じゃあ降りていきましょう。テク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 。お前いなかったやろさっきまで。はしご降りてる間にあのスタンバったやろ今。あの青い作業着着たやついなかったべや。まったく不届き者めが。さあ降りようじゃねえ、登ろう。なんで逆行った。すいませんでした先輩、すいませんでした。全力を尽くして屈折運動しております。さあ果たしてこいつをぶちのめすのにどのくらいの数が必要になってくるのか。あ、OK。目玉飛び出しすんのは、だったら、そんなに大変じゃないかもしれないけど、ちょっとまずいな。この、あれこれもしかして、ハンドガン、実は威力強いんじゃね？説が出てきたけど、気のせい。ただ、この殻をかぶってるやつはね、ちょっと皮を剥いてあげないといけないからね。やっぱり近い。皮を剥いてあげないといけないから。そう。さあ、出ておいで。ああ、なんか、苦痛を味わって、あ、じゃあ、やっぱ強い。OK。いや、皮を剥きすぎたせいで、止まらない、ドピドピュー。本当に、下劣。これはマシンガンだろうね。なんか、やっぱり、ちょっと待って。本当にマウスがなんか若干おかしい。さあ出てきました。で、後ろからのゾンビちゃんが出てくるんで、とりあえず寝かしつけをして完了して、で直接目玉が打てるとやっぱり早いのかなと思って。すごい後ずさりさ方が、あ、はい、息果てました。さてさてさて
ここ一行は出てくるか、ちょっとどこに倒れたかわかんないんだけどね。これがね、またこう、今は大丈夫だけど、帰ってきた時に復活してるっていう可能性があるんだよね。で、しかもそれも降りて行こうかなと思ったら、足元で組みついて、ゲーって。ああいうビビらせ方はね、本当に心臓に良くない。心臓が3つ止まるかもしれない。1個しかないけど、これ拾って OK。 じゃあ下降りていこう。てててててて、まだいってる。こいつは何、ベリーハードの時しか出てこないザンス。ベリーハードじゃねえや、ハードコアだ。いやー、なんか頑張ってるね。頑張る人を叩き潰すっていうのは快感だよね。どうする出てきたいよね、出てきたよな。お前も羽ばたきたかったんだよな。そんなチャンスはない、残念だった。あの子、当たり前のソワ、ソワ、かっこいいセリフを言おうと思ったら大体噛むんだよね。まあ今のセリフだけで何のセリフを言おうとしてたのかが分かった方は相当マニアだと思うんだけど、まあマニアでもないか、有名だもんね。エンディングのところで流れられたもんね。わーはーとか言ってるやつだからさ。孤独で空を見上げるの、あのセリフかっこいいよな。時々やっぱこう自分が元気がない時なんかに結構見たりするんだよな。英雄になりたければ夢を持つんだっていうのはね。これってでも結構相通ずるところ人生にもあると思ってて、やっぱりね、尊敬するこう成功してる、尊敬する成功してる経営者の方々なんか見てると、やっぱみんなね、その金儲けっていうのはもうどうでもよくって、やっぱこういう世の中にするんやとか、こういう自分がいる業界をこうしていきたいんやとか、人々にこういう幸福を与えていきたいんや、みたいな、そういう熱すぎる、もうなんかもう摂氏何千度みたいな熱い思いを持ってる方々って非常に多いなって思うんだよね。うん。やっぱそういう思いがあって、でまあ、なんか方法論とかにとらわれずに、とにかくこう勇気出してがむしゃらに飛び込んでいくっていう、そういう世界線で生きていかないと、まあ、僕はなんかこうパソコンの画面に向かってゾンビに怯えつつ、 目玉飛び出してる親父の皮を剥いてあげてみたいな、そんなことをしてる場合じゃないのかもしれないけどね。まあ、たまたまうまくいって、大金持ちになって、世の中から見たら成功者だべや、みたいな人もいるかもしれないけど、まあ、僕はそうじゃない、僕は、どっちかというとそうじゃない成功の仕方がしたいな、なんて思うんですけど、果たしてこれを使って、うまくいくのかな。ほい、出てる。外した、下手くそ！ブララ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 ラ、これ一発でいけたりする？あ、いけるんだ、強っ。へぇー。なんで登ったんだろう。そう、ハードコアとかボス戦にこういう強力な武器を残しまくるっていうよりは、こういう些細なところでちょっとずつちょっとずつ使って楽な道を歩んでいくっていう方をしてた方が良かったのかもしれないね。っていうことが分かれば、もしかしたらちょっとハードコア楽ができるかもしれないよな。まあまあもうやらないからいいんだけどさ。ということで、このまま登っていって、一旦もう大きいお口やね、加えるよりも加えさせる方やろ、以下省略ということで、まあ一旦ちょっと区切りのいいところまで行きましたんで、この後セーブして戻っていきたいと思います。まあ次回パートでね、また今度警察署とかも、もうちょっと残っているプラグなんかをこう抜き差ししながらやっていきたいと思いますんで、まあ次回パートもぜひね、楽しみに見ていただけたらと思います。まあ最近だとまた友達がね、なんかテンションは最近あんまり高くないけど、なんか時々出てくるボソッとしたその一言が、ちょっとツボなんだよね、みたいなこうお褒めいただいたので、まあそういうタイプの実況が好きな方に関してはぜひね、ぜひ引き続きご覧いただけたらというふうに思います。とりあえずこれをチェックして、違うんだよ。チェックしたやつが違うんだね。これでルークはナイトの隣でクイーンと向かい合わないってことは、まあ、ルークはクイーンに振られて一人ぼっちで、一人寂しくクリスマスでディナーでチキンをむさぼってきる。で、まぁ、ちょっと、もう一回。ナイトはあそこじゃないよ。どこだよ。
で、抜き差し抜き差しで、ルーク、ケイ、クイーンで、じゃあキングだ、間違えた。こいつも違うんじゃないか。ビショップ、ビショップは位置変えて、で、最後ルーク手に入れたら真ん中、ど真ん中に入れたらいいはずだから、でルークはないと隣だからね。だからここはビショップじゃない。まあ、ルークはないと隣でクイーンと向かい合わないだから、ここがルークになるはずなんで。ってことは、そう考えるとビショップがここと。うん。オッケー。じゃあこれだとルーク刺したら、あそこがブシュッて開きますんで、お楽しみください。ということでね、本日も動画最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございます。ぜひね、チャンネル登録ボタンとグッドボタンを押して応援していただけると嬉しいでございます。ということでまた次回パートでお会いしましょう。さよなら。